今週の狙い馬です。サンケイスポーツイタズです。ジサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、もう上半期の G1 最後、はい、宝塚記念ですけれども、はい、まあ、もちろん注目は、そうですね、ゴールドシップになりますね。そうですね、はい、今年3連覇を狙います。うん、そうですね、まあ、去年もね、史上初の宝塚記念は連覇ってことでね、はい、まあそうだったんですけど、まあ、今年はドイツのG1 ですね、まあ、障害除くドイツ G1 では JR エーダー初めて3連覇がかかるということで、はい、まあね、ちょっと阪神ではね、もう負けるイメージが全く浮かばないので、ね、ちょっと濃厚ですか、3連覇そう、ね、まあそうなっちゃいますね。そんで、はい、あの前走天皇賞で、うん、まあその比較的苦手って言ってもいいコースだった、うん、京都 で、うん、でそれまで2年、その去年一昨年は負けてる天皇賞を勝って、ね、はい、まあ、状態的にも、まあね、そのい、まあね、いい臨戦過程では臨めるのかなとは思いますよね、はい、そういう、そういう面ではね、勢いに乗ってますからね、はい、今までは巻き返して勝ってたわけですからね、はい、うん、はい、まあね、あとはね、天皇賞春でね、前走ので、ね、ゲート最新差をね、なったので、まあ、それは無事合格したんですけど、まあ、それを挟んでの調整というところがね、どう出るかというところですけど、まあ、先週の動きを見たらね、心配ないかなというところはね、感じられるので、まあ、まあ、ほぼ万全の状態でね、迎えるんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっとね、この馬を倒す、ね、馬をね、探すのは難しいかなと思いますけどね。まあ、その筆頭になりそうなのはどれですかね。まあ、ゴールドもね、ちょっと牝馬はちょっと強いかなと思ってるんですけど、はい、まずこれ三強大阪杯勝ったラキシス、そうですね、まあ絆をね破ってますからね、はい、ね、はい、まあ、まあ、去年エリザベス女王杯勝って、うん、はい、で、まあ暮れの有馬記念も6着だったんですけど、うん、0秒2差で、うん、まあ、案外切れ味リープ3区なんでね、切れ味タイプかなと思ったんですけどね、不良馬場のね阪神 で、ね、はい、勝った実績っていうのは大きいですよね。まあ阪神もね、4戦3勝ですか、まあ、得意と言える、ね、舞台だと思いますしね、そうですね、はい、まあ、ゴールド相手に、まあ、切れ味でね、勝る競馬できればね、チャンスは十分ありそうですよね、はい、はい、それからヌーボレコルトですね、はいはい、僕もね、これは気になってます、かなり、はい、これ2走前にかなり強豪揃った中山記念を勝ってますね、はい、イスラボニータとロゴタイプがいた中山記念勝ってますし、はい、まあ、これも、まあ、そういう中山でそういう競馬したんで、うん、阪神も向きそうですし、まあ、前走は、ね、ビクトリア前6着だったんですけど、うん、まあ、久々のマイル戦 で、 そうです、ね、うん、まあ、距離とかそういうものもあったんで、流れもちょっと特殊な流れというかになっちゃったんで、まあ、まあ、この馬には難しい舞台だったことは間違いないですよね、はい、東京のマイルっていうのはね、まあ、だから、まあ、阪神の2200に変われば、まあ、巻き返しも十分あるかなと思いますし、まあ、去年のエリザベス女王杯の走りをね、見れば、まあ、ラキシスにね、首差の2着ですから、まあ、十分、ね、ラキシスが通用するならこのままも十分通用しておかしくないかなとはね、はい、思いますね。あと、まあ、個人的に注目したいのはラブリーですね、まあ、前走ナロー記念ね、もう完勝ですよね、もう2馬身差の完勝でしたね、はい、まあ、本当にね、まあ、天皇賞春あたりから、ね、もうかなりパワーアップしてるっていうのは、ね、言われてたんで、まあ、適正の、ね、2000m あたりに、ね、戻れば、前走のような、ね、勝ちっぷりもね、もう当たり前というかね、不思議ない感じがするのでね、はい、まあ、今年に入ってから10勝3勝、うん、そうですね、はい、これはもう充実ぶりは一番って言ってもいいぐらいですからね、うん、そうですね、もう なので、まあね、2200はね、十分守備範囲だと思いますし、まあ、強するんじゃないですか。あとそれから4歳、ね、はい、去年のダービーバー、ワンアンドオンリー、はい、それから菊花賞馬、東方ジャッカル、はい、まあ、この馬もそれ2頭とも間隔空いてて、うん、ワンアンドオンリーはドバイシーマクラシック以来で、はい、東方ジャッカルは菊花賞からぶつけになっちゃうんですけど、まあ、力はもう、まあ、あるでしょうけど、僕はね、ちょっと東方ジャッカルはね、さすがに菊花賞以来っていうのはね、ちょっと、うん、厳しいかなと思うんですね。結構ね、相手も揃いましたし、まあね、8ヶ月ぶりですか、8ヶ月ぶりでね、
簡単にね任せるような相手ではないんでね、そのあたりはねやっぱ状態面はポイントになりますよね。そうですね。あとワンマンオンリーもねドバイ遠征明けでしょ。そうですね。まあね、ユニコーンステークスでドバイ遠征明けの2頭がねちょっとねゴールデンバランスとねタップザットはねあっさりちょっと負けてしまったので、ね、そのね結果を見るとねちょっと心配にはなりますけどね。でも阪神っていう舞台はねこの馬すごい得意だと思うんで、まあ、本当にこのまま状態面にしっかり見極めて印を打ちたい馬かなとは思いますけどね。まあ、他ではカレミロティックもね去年の2着馬ですしね、まあ、天皇賞もねかなり厳しい流れで3着にね粘ってますし、まあゴールドシップが走るようなレースはなんかセットでついてくるようなイメージが、ね、まあ同じねスタミナ型っていうんですか、なんかまあそういう感じの馬にはね見受けられるのでね、まあまた構想してもおかしくないとね思いますよね。まああとなんか注目したい馬います？どうでしょう。まあ他もちょっとあれですね、やっぱ牝馬が結構、うん、去年の秋華賞馬の湘南パークとか、そうですね、うん、ジャパンカップ2着があるデニマドルビーとか、今年は牝馬が層が厚いですね。ですね。あともう一度ちょっと触れておきたいのは当選スターダムか。ね。まあ豪州遠征、オーストラリア遠征。まあね、一度ね、G1 で2着してきましたしね。まあこれも状態面が良ければね、十分やれそうな気はするんですけど、どうでしょう。そうですね。阪神も去年の秋に、うん、チャレンジカップ勝ってるんで。そうね。うん、そうそうそう。なんで、まあ、このまま後ろから行くと思うんですけどね、決めていける流れになればってところですかね。はい、そんなところですね。はい、まあ、あとは、中間のね、中間というかね、この週中の調教などをね、しっかり見極めて週末につなげたいと思います。じゃあ以上です。失礼します。